ピンポンパンポン。皆さんおはこんばにちは。長らく続いたこのシリーズもおそらく今回で最終回。最終回だよな。それでは今回も前回に続き歩兵用対戦車兵器を紹介していこう。戦争が進むにつれて歩兵が携帯できる対戦車兵器の需要が増加し、小銃敵弾と同様に遠距離から敵戦車を格座させることができる兵器が必要となった。なぜ小銃敵弾を使い続けなかったのかというと、満銃の推測ではあるが1942年当時の弾頭では貫徹力が不足したこと。弾頭だけでなく、小銃や敵弾機、空砲などと使用するのに様々な品々がいることが面倒だと思われる。もっとも、小銃はほぼ全ての兵士に配備され、敵弾機も複数回使用できるので、貫徹力不足がおそらく一番の原因だと思われる。小銃敵弾の使いづらさなどといった様々な理由によって新たな兵器が開発されることとなる。ファウストパトローネツバイウントフィルツヒである。結論から言うとこの兵器は冗談抜きで使い物にならなかった。第一に照準器がなく、どこを狙えばよいかわからない。たとえ艦でどのあたりに命中するかを見越して発射しても、弾頭にパンツァールフミーネみたいな安定翼がついておらず弾頭は不安定でどこに当たるかはわからない。そして発射時の炎で大やけどしないようにできる限り体から離して発射しなければならなかった。さすがにこの兵器を使い続けるのはきついので、1943年に新たな兵器が開発された。皆さんご存知のパンツァーファウストである。この兵器に関しては他の投稿者様が大変素晴らしい解説動画を投稿されているので、ぜひそちらをご覧ください。動画 URL は概要欄に貼ってあります。ということで私の方では簡単な紹介と主な戦果を紹介していきます。パンツァーファウストはファウストパトローネツバイウントフィルツヒの主な問題点を解決した兵器である。初期型はクラインとグロスの2種類あり、軽装甲車両用のクラインのみが 140mm の貫徹力であり、その他の全ての型が 200mm の貫徹力を持っている。この性能は対戦中の主な連合国戦車の装甲を容易に打ち抜けた。製造コストは25から30ライヒスマルクと安く、2年程度しか生産されていないのにもかかわらず全種類を投資825万4399発と大量に生産された。末期には銃がなくてもパンツァーファウストがある状態になることもしばしばあり、国民突撃隊などに大量に配備された。射程の短さや命中率などと問題点はあるものの、市街地戦など戦車の戦いにくい状況で活躍した。実例を挙げると、1945年4月、ウェルゼン付近を進撃する A 師団に対し、ドイツ側はグスタフ、アレタイイカわずか3名の兵士でこれを迎え撃ち、進撃してきたチャーチル30両のうち22両をパンツァーファウストで撃ち取った。この時の A 戦車は随伴歩兵を伴っておらず、少人数のおかげもあってかドイツ兵を視認できず一方的に攻撃されたという。ちなみにウィキペディアの記述ではイルセン近郊とかいうどこを探しても見つからない異世界の地名となっているが、満州の考えではウェルゼンの誤植だと思われる。事実1945年4月にチャーチルを装備した A 第4機甲旅団がこの付近を進撃している。他の例も挙げてみよう。パンツァーファウストはドイツ国内のみならず、同盟国にも多数輸出された。1944年6月28日、フィンランドとソ連の戦闘であるタリーハンタラの戦いの最中、アイサネン兵長以下数名の兵のみでソ連軍戦車を輸出されたパンツァーファウストを用いて3両撃破し、戦車の残骸で道路を封鎖し、ソ連軍機甲部隊の進撃を止めた。この時ソ連軍部隊が進撃していた地域では戦車がまともに通れる場所は1箇所しかなく、道の両端が深い森となっており戦車からの視界も悪かった。さらにもう一つの例を挙げてみよう。最末期のベルリンの戦いにおいて、先陣を切った第二親衛戦車軍の保持する戦車のうち、47両もの戦車がパンツァーファウストによって撃破されている。当然市街地という戦車にとって不利な状況が影響していると思われる。これらの例のように、随伴歩兵を伴っていない場合、戦車からの視界が悪い場合、歩兵に有利な地形な場合においてパンツァーファウストは大変有効な兵器であった。とパンツァーファウストの紹介はここまでにして次に行こう。パンツァー、いやお前はまだだ。ラケーテンパンツァーベルファードライウントフィルツヒである。名前の通りロケット砲である。ロケットが故に最大射程は750メートルと短く、移動している目標に対しては230メートル程度が有効射程である。砲弾の貫徹力についての詳しい資料は見つからなかったものの貫徹力は200ミリ以上だったとされている。ついでに訓練時の映像を載せておく。
はい。それで発議。先ほど少しフライングしたら経典パンツァービュクセである。皆さんがよく知ってるパンツァーシュレックという名前は実は通称だったりする。先に言っておくとこいつに関しては説明すべきことが多すぎるので不幸にも別動画を作ることになりました。なのでこの動画では簡単に紹介する。ラケイテンパンツァービュクセは1942年11月に北アフリカ戦線で露獲された M1 バズーカを元に開発され、弾薬は先ほど紹介した開発中のラケイテンベルファーの弾薬を改良したものが使用された。余談にはなるがベルファーがなければビュクセの口径は 8.8 センチにはなっていないのかもしれない。ただベルファーの開発経緯も不明な上、ベルファーとビュクセの開発経緯の関連性も不明なので実際のところどうだったかはわからない。まあそれはさておき。この兵器の最大貫徹力は230ミリを誇り、先ほどのパンツァーファウストと同様に、連合国軍戦車の装甲を容易に貫通できた。また、パンツァーファウストと異なり、射程は150メートルほどでより遠くの目標にも命中させることができた。ただ射程を伸ばすためにロケット弾は発射された後も推進剤が燃焼されるため、シールドがない初期型では射手はガスマスクや手袋をつけて体を保護しなければならなかった。その他、使用するには訓練が必要であり、そこら辺の兄ちゃんに配って戦力化させることも難しい。詳しいことは未来のまんじゅうに任せ、紹介はここら辺までにしておこう。次。ルックストッフ・フライベルファードライウント・フィルティヒである。別名パンツァー島と、戦車の死神である。中肉祭のと別に単純にハンマーとも呼ばれる。この兵器はラケイテンパンツァービュクセの射程を500メートルに引き上げる要求から開発され、43年11月から開発が始まり、実験においては60度以下に傾けた装甲板に対し160ミリの貫徹力を持ち、500メートル先の目標に対し8割の砲弾が直径 1.5 メートルの円内に命中した。ちなみに射程増加の影響で重量が増大し45キロもあり、移動時には分解して3人で運ぶか、もしくは付属の車輪をキュルキュル言わせながら引っ張って運んでいた。ちなみにこの車輪は農具からの転用だったりする。まあどの道同じ貫徹力の対戦車砲を運ぶよりはマシである。お前のことだぞパック40。それはさておき死神には複数の射撃体制があり。高かったり低かったり。車輪がついてたりついてなかったりする。砲自身も左右上下にある程度動かせるので大体の地形に対応できたはず。とここまで見てきて性能上悪くない兵器なはずだが。名前にあるように開発年が1943年でありながら最終的に2機が試験的に作られたのみであり、実戦には投入されていない。実はこの兵器は1944年に一旦開発中止が指令されたものの、1945年3月1日には国防軍最緊急の兵器に指定されたが、終戦2ヶ月前で時はすでに遅く、末期によくある悲願の未完兵器となってしまった。もし1943年時点でそのまま開発が進めば、戦争の趨勢こそ変わらなかったと思うが連合国軍戦車の被害は増大していたであろう。ちなみに先ほどからちょくちょく出てくる車輪だが実は自転車部隊に配備するために付けられたものだったりする。それで発議に行こう。パンツァー・アプベやベルファー・ゼクス・フンダートである。敵戦車の重装甲化に対応するために開発した対戦車砲がクソデブになったことを受け、以前のように軽くすることを目的に作られた。発射方法は従来の対戦車砲みたいに削薬量でゴリ押しするのでなく、高圧で小容量の薬室で火薬を燃焼させ、その燃焼ガスを大容量の弾室に導き、その圧力で砲弾を射出する。この方式を用いると一度に通るガスの量が決まっているため、砲身内の圧力上昇が従来の砲と異なり緩やかになるため、砲身が高圧に耐える必要がなく厚さが薄く済み、この方式の恩恵でないものの軽く作られることから、反動も小さくなり中待機も簡単なものでよかった。ちなみに中待機とは砲撃時の反動を抑えるために方針を後退させるもの。後退した方針を元の場所に戻す福崎と大体一緒についてたりする。文章で説明してもわかりにくいのでみんな大好きアハトアハトで実例を見せよう。映像を見てわかるように発射時に方針が前後している。哀れなソ連戦車くん。要するに中待機がついてる方の真後ろに立つと顔面が砕けるから気をつけようって話だ。見ていて気持ちがいいのでこれはこのまま流しておくよ。話を戻すと構造が簡単でいいので重量も軽くなり、従来の対戦車砲と比べて随分と軽く、自重650キロとなっている。やっぱお前のことだよパック40。そして砲身が軽いので砲火にはパック38のものが使用でき、マズルブレーキはパック40からの有用品となっている。
あ、マズルブレーキは砲身の先についてるやつね。穴が多く開いてるので砲弾を推進させる発射ガスをより抜けやすくさせ、反動を軽減している。いろんな既存品から流用したので製造コストが2050来引丸くとくっそ安くなっている。これはボードアノッカーの約半額となっている。ちなみにさっきから出てくるクソデブは12000来引丸くだったりする。ここまで褒めまくってきたが実際の性能はどうだったのだろうか。成形削薬弾を用いた場合145mm の貫徹力がある。これは鉄鋼弾を用いた時のパック40の貫徹力 148mm と遜色ないものとなっている。あれこれパック40いらない子じゃね。と思った方もいるだろうが、パンツァーアプベやベルファーは射撃精度も低く有効射程も 750m と短いので完全な上位互換とはならなかった。事実パンツァーアプベやベルファーの生産が続けられた場合、主な目的は従来の歩兵砲の置き換えで、対戦車兵器としての役割は足りない対戦車砲を補うという感じだった。榴弾を用いた場合の射程は6キロと歩兵砲としては有用だったりする。その榴弾は従来の迫撃砲弾をいじったものだったりする。ちなみに発射時に使用する火薬量を少なくしているため初速は 520m/s と、鉄鋼弾を用いた場合のパック40の初速より 200m/s ほど遅く、鉄鋼弾ではろくな貫徹力が出せなかったはず。パンツァーアプベやベルファーは終戦までに約260門生産され、12門の砲と104人の兵で編成され、第31敵弾兵連隊、第18装甲敵弾兵師団所属の第30装甲敵弾兵連隊に配備され、さらに連合国軍の戦闘記録と照らし合わせると、1945年4月14日、A 第11機甲師団の部隊と本砲を装備した部隊が荒川付近で戦火を交えており、当該地域にいた第84歩兵師団もしくは第466師団にも配備されている可能性がある。今回で終わると思ったらまだ終わらなかったよ。このままやると20分超えそうなのでまた次回。それではさようなら。